黒い粒体を巻くことで、ハープシコード競板の共鳴を可視化したもの。コーンスターチ水溶液をサイン波で振動させた様子。メディアを再生する、金属板状の砂がサイマティックなパターンを形作る、実験。ドキュメンタリードがインナーワールズアウターワールズより。サイマティックスとは、砂や水などの媒質によって、物体の固有振動や音を可視化すること。 またはその現象の研究。この語はギリシア語で波を意味するカッパミューアルファーに由来し人知学思想を信奉していたスイス人のハンス・ジェニーによって考案された。サイマティックな現象を観察する一般的な方法は平板や膜、ダイアフラムなどを振動させ、その表面に巻かれた粒子やペースト、液体などを動かすことによって振動変異が 大きい場所と小さい場所を可視化するというものである。この方法で現れるパターンは、板の形状と冷心周波数によって変化する。実験には、必ずしも高度な機器を必要としない。例えば、中国に古くから伝わる魚洗い鍋では、制動性の器に水を注いで取り手を摩擦すると、器の底で振動が起きて、水が噴き上がる。また18世紀に、 エルンスト・クラドニがいわゆるクラドニ図形を作成した時は板を振動させるのに弦楽器の弓が用いられた1680年7月8日ロバート・フックはガラス板を振動させるとその振動モードによって節・位置が特有のパターンを形成することを見出したフックは小麦粉で覆われたガラス板の端を弓で引くことでパターンを作り出していた 18世紀には、ドイツ人の音楽家で、物理学者でもあったエルンスト・クラドニが、振動面に細かい粉末を巻くことで、膜や、平板の振動モードが観察できることに気がついた。粉末は振動変異が、大きい場所では激しく運動するが、一旦変異が小さい場所に移ると、あまり運動しない。変異がゼロの場所、すなわち節の周辺には、 粉末が次第に集積していく。こうして浮かび上がる線のパターンは、その振動モードの不死線と呼ばれる。振動面の力学的な性質が均一であれば、そこで起きる固有振動のモードやそれぞれのモードの不死線が描くパターンは、面の幾何学的形状と面がどのように保持されているかによって完全に決定される。同様の観察は、フックの他にも、 これは音響現象。平坦な板の上に細かい砂を巻き、バイオリンの弓でその円を垂直にすることで得られる。図形は今日でもクラドニ図形の名で呼ばれている。シュタイガーの人知学主義を信奉していたハンス・ジェニーは、1967年と1972年にカイマティックと題する2巻の本を出し、クラドニ図形のような音波による、 固有の対象図形には何らかの力が存在すると主張した。ジェニーが行った実験は、周波数範囲の広い霊心装置に金属板を取り付け、その上に砂やチリ、液体を巻くと与えた霊心周波数に特有の幾何学図形が形成されるというものであった。ただし、人知学を工学、医学、生物学や生物動力学的農業のような、 分野に適応する試みは、科学的会議主義の論者であるマイケル・シャーマーなどから、疑似科学とみなされていることを突起しておく。ゼニーによれば、マンダラや自然界に参見される形状を連想させるこれらの幾何学図形は、その源である振動エネルギーが持つ、見えない力場の現れであった。彼が特に強い印象を受けたのは、ヒンドゥー教や、 仏教の真言に用いられる古代サンスクリットの静音、オームを石松湖の粉末に向けて発生すると、オームを表すシンボルの一つである円と中心点からなるパターンが生じたことであった。しかし実際のところ、円形の板が中心や外周で固定されているならば、もしくは少なくとも中心対象に保持されているなら、振動モードの不支線は必ず中心対象になる。 すなわち、ジェニーが観察した現象は、一般的な数理を超えるものではない。物理数学的な検知では、不視線が取り得るパターンは、振動体ならばその形によって、機体中の音波ならば、容器の形によって、あらかじめ決められている。取り得るパターンはそれぞれ特定の周波数と関係づけられているので、実際に、どのパターンが現れるかは振動の周波数スペクトルに、 影響を受ける。しかしながら、どのような音声を当てるかは、不視線のパターンに全く影響を与えない。このようなメカニズムは古典物理学によって非常によく説明することができる。ニューエイジ運動において、サイマティクスには特殊なヒーリングの力があるとみなされてきた。ある種のパターンを作る音波は、 治癒を促進すると信じられているが、これはサイマティクスと全く関係はなく、むしろ音そのものの効果だと思われる。いずれにしても、一部の論文において、低振幅の高周波音が骨折の治療に効果があると報告されているのを除けば、この現象に医学的なサイマティックな不自然パターンを作る装置は、視覚芸術と現代を音楽に影響を与えてきた。 アーティストのビオクは音楽と自然やテクノロジーとの出会いをテーマとしたアルバムバイオフィリアのツアーやそのライブフィルムビークバイオフィリアライブにおいてサイマティクスを専門とするアーティストのミアラ・オライリーやエヴァン・グラントとコラボレーションを行った実験音楽家アルビン・ルシエはクラドニズ系に関するハンス・ジェニーの著作に影響を受けてクイーン・オブ・ザ・サウスを作曲したまた ジェニーの著作は、マサチューセッツ工科大学にセンターフォーアドバンスとビジュアルスタディーズを創設したジョージ・ケペシュにも影響を与えた。ケペシュが制作したサイマティックなアート作品フレームオーチャードは、板金にグリッド状に開げられた多数の穴からガスの炎が噴出し、音楽に合わせてダイナミックなパターンを描くというものだった。 ロンロッコとデビットハイクスによるサイマティックのイメージ。1980年代の半ば、カブスに在籍していたビジュアルアーティストのロンロッコは、シンセサイザーの音声信号を真空間アンプで増幅し、それによって駆動されるサーボモータに鏡を取り付けて、レーザービームを反射させ、音声の周波数と振幅を再現する光のパターンを作り出した。 6個はこのビームを用いてビデオフィードバックを生成しコンピュータでそのフィードバック信号を処理することでアンドロメディアと題する一連のインスタレーション作品を制作した。6個は後にザ・ハーモニック・クワイアの一員としてモンゴルの喉歌を歌う音楽家デビッド・ハイクスと共同して水銀の液面で反射させたヘリウムマイナスネオンレーザーを音に合わせて変調する。 ことでサイマティックな画像を作り出した。同作の写真は1987年のアルスエレクトロニカカタログに載せられた。現代の写真家で哲学者でもあるドイツ人アレクサンダー・ラウターバッサーは、精巧な水晶発信機で細かい砂を撒いた後半に共鳴を起こしたり、ペトリザラに入れた水の資料を振動させるなど、21世紀の技術を サイマティクスに応用した。2002年に出版された初の著作、バッサー、クラン、ビルダー、ディース・コフリシャ・ムジーク・デベルタールズは、純粋なサイン派からベートーベン、シュトックハウゼン、エレクトロ・アコースティックのグループカイマティックや、喉歌など、広範なジャンルの音で水面を駆動させて撮影した、反射光の写真が大きく扱われた。その結果得られた、定罪派パターンの画像は、 非常に印象的なものであった。ラウターバッサーの著書は、今日の門の配列や草花に見られる、幾何学図形をはじめとして、クラゲの形や亀の甲羅に見られる、固有の模様など、自然のパターンをサイマティックなパターンによって細部まで再現することに焦点が置かれていた。ロスリンレー廃堂の内部、柱の上のアーチ部から多数突き出ているのが、問題の角石である。 作曲家のスチュアート・ミッチェルとその父 T.J. ミッチェルは、ロスリン・礼拝堂の彫刻はサイマティックなパターンを模したものだと主張した。二人は2005年に、ザ・ロスリン・モテット3、4と題する作品を制作し、礼拝堂のアーチ14機に取り付けられている角石に、掘られた13種の幾何学シンボルが、様々なクラドニズ系のパターンと類似していることを示した。 サイマティクス研究者のコミュニティでしばしば見られるように、ミッチェルらの主張は科学的、歴史的な裏付けを書いている。難点の一つは、角石上の彫刻の多くはオリジナルが腐食したため19世紀に新しく製造されたものだということである。2014年、エレクトロニックミュージックのユニットザ・グリッチモブはサイマティクスを利用して、 ミュージックビデオビカミングハーモニアスを制作した。ファッションデザイナーのマンドリー・メンドレラは、ヤントラ図形とサイマティクスに影響を受けて、コマドヘに土台するスカルプチャードレスを制作した。そのデザインは、ヒンドゥーの女神、カーマデーネを意味するヤントラ図形をモチーフにしていた。水の容器を振動させて得られる、定罪波をテンプレートとして、 直径200マイクロメートルのビーズを凝集させたもの。P チェンとその共同研究者は、オタの振動が気液界面に周期的、対照的なパターンを作ることを利用して、マイクロビーズを用いて多様な構造を作るための液体テンプレートを開発した。このテンプレートは振動の周波数と加速度を調整することによって、 ダイナミックに形を制御することが可能である。ラピッドプロトタイピング技術で造形されたサイマティックな立体図形、サイマティカストラクチャーズシリーズにありがとうございます。